により激烈賞が贈られます。スパーリング2回戦、両選手リングに入場です。最初に青コーナーよりベジータ石川選手の入場です。続きまして赤コーナーより上嶋天太選手の入場です。14オンスですよね。まあ多分そうでしょう。一時計つけないですか。スパーリング2分2回戦を行います。青コーナーオリオン所属ベジータ石川だからベジータ選手もあのこの後で37勝の当然なので、はい、試合今度5月6月にダンカーとやって、赤コーナー S&K 所属上嶋ノーランカーテンター2試合ってことになる。レフェリー福本元明信じようってやるらしいんだけど、あーみたいですね。あ、ヘッドギアつけんの、つけないでしょ、もうプロ同士だからそれはもうか、うん、スパーリングだと思います。すごい、これ出るって言ってましたよね。もう一回なんかやるか、これ俺やりてえな。いや、ヘッドギアつけたらヘッドギアつけたじゃん。あ、つけて、ライフだと、
サウスポートしてない珍しい。はい、応援する。この会場初めて来たんですけど、博多行ったらバスに乗って歴史に関してた青年がいて、なんか後藤出身の光君と福岡の柳瀬君とても気持ちのいい青年が2人でずっとボクシングの話してきたんですよ。で今日は初めて見に来たんですけど、どうして気になったかったんですか。メインイベントの選手の知り合いだったんで、今日さっきから今日初めての人って拍手してる人結構いたじゃないですか。だからやっぱりね、今日来てる人は誰かのファンっていうより誰かの知り合いだから来てる人が多いんですよ。だからそういう人たちをね、ボクシングという競技のファンにしなくちゃダメ。そうすると自分の知らない選手は行かないから、で今日来てボクシングすごい面白いなと思ったらまたボクシングやった時に行こうって、そうなってくるというのは、今もうテレビでボクシング全然やらなくなったから、昨日の天心の試合だってアマゾンプライムだってアマゾンプライム入ってきた、入ってるけど、見方も、それはもう、全然もうテレビでお金がないから、もう全く最低まで払えない。そう。それが、村田選手と井上選手、何億円でしょ？テレビはもう1億も出せないんだ。そういうことなんですよ。だから全部もう配信に行っちゃったんですよ。加藤君で最高ファイトとか、ほら、アベマテレビっていうのはサイバーエンジェルですごいお金持ってるんで、ちょっと行くのはいい試合で、地上波全くお金がない。だからまあ、ここでこんな話してて、バラエティーしかやってないじゃないですか。本日使用の全選手に、スポーツにあんこ、飲むあんこ、株式会社アンダーウォーター様より、ザ・あんこが贈られます。もう今、若い人テレビあんまり見ないって言ってYouTube しかない。だから僕も YouTube やらせてもらったんで。あ、YouTube されてるんですか。いやいや、今日やってらして。あー、なるほどですね。ベジータ選手ね、今日これエキシビションでピンチヒッターで登場でご苦労ですけども、あと2試合、プロの試合予定されたんで、今度の試合がね、ランカーの選手と、日本ランカーの選手と大阪でやると、はい、そのランカーの選手勝つと日本ランキングで、日本ランキングが入ってるんですよ、今。定年じゃないんですよ。本当はね、ボクシングが36歳ラウンド2ファイナルラウンド入れないと、もう36歳でボクシングやりたくてもやめなくちゃ。ベジータさんって結構なんかこう弱い売りなんですけど、弱くないんですか。いやね、ベジータ君は残念ながら2人弱いんです。途中まで行くと一発で倒れちゃう。そういう試合が多かった。よく呼ばれるんですよ。で、ネットワークも多いけど、一発で倒れる試合が多い。一発で倒れるのはね、あんまりダメージがないんですよ。ドクターもやってますけど、軽いパンチでボコボコやられても頭にダメージが出るんですよ。だからボクシングで事故を起こる大抵割と軽いクラスたくさんあったりとか、ワンパンチでポコンと倒れるヘビーってことになってますけど、ベジータはやっぱり倒れる時はワンパンチで倒れるから、そこにケロッとしてる。本当そんなね、強い弱い指やけど演じとうかって柴田なんだ。ああ、なるほど。ファンが多いですね、本当ね。彼だって山中の世界戦の戦略で強くしてやってるんですよ。吉川選手の声援が圧倒的に多いです。これ相手結構強いです。おっと。
こうやって相手の腹を持たすようなのもかなり疲労がないとできないんです。ルーズタッチ。フォアシュトビテッタ選手、ベジータ・シカ選手によるスパーリング2回戦でございました。